どうも世界家族の100億人からこの皆さん、おはようございます。あ、ハローシェイです。はい、はい、ちょっと可愛らしいですけど、はい、ちょっと西村さんがね、今ね、今日朝5時、6時ぐらいまで編集してたみたいで、昨日も編集してて、ちょっとかなりね、ぶっ倒れてたんで、ちょっと変わりましたまあ、変わりましたっていうか、うちに行くのはうちに行くんですけど、この間一緒にご飯食べたケイさんが、今日僕に付き合ってくるということで、はい、ね、今パチンコ経験全くないんですけど、うちに行きます、はい、でパチンコの勝つ方法を教えました。はい、ありがとうございます。今日は、4時間ぐらいですかね、4時間、僕らは多分1日打ってますけど、はい、4時間だけちょっと付き合って、打ってくれるということで、僕らとしても期待値が上がるので、しかも美人と隣で打ってるっていうね、これが一番大事ですね。はい、ありがとうございます。ということで今日は3人で勝利を目指して打っていきます。まだ西さんと会ってないですね。会ってないです。あっちで寝てます彼は。はい、一応よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。はい、どうも、今日の結果発表していきます。まーす。はい、今日はね、まあ、ある店が特定日で狙っていたんですよね。はいはい。まあ、言うても28ですよ。年末ですよ。はい。世間は、回収営業と。ね。いう感じですけど、ね。ですけどね。ですけど、すごかったですね。ですけど、まあまあ、あまあ、まあまあじゃないですよ。しっかり、釘開いてましたね。開いてましたね。いやー、ほんと、ね、贅沢な悩みでしたね。ほんとね、ほんとだよね。ドエイトでも良かったし、うん、フェバーでも良かったし、うん、もう本当に悩みに悩んだんですけど、うん、まあね、正直取れなかったのもあるし、うん、まあエヴァもね、デルマケンズになければかなりね、疲れたいなんで、うん、エヴァを選んだわけですけど、うん、案の定ね、まあ今日3人で行ったんですよね、最初 4時間。はいはい。はい。ケイさん、僕、西村さんって感じで行って、うん、で、まあね、大体まあ3台とも26ぐらい。うん。西村さん、どうくらいでした？俺、まあ最初こそ28とかあったけど、はい、1万発計測したんだけど、はい、1万発で、25.1 ちょいとか、そんなのが。ああ、相当いいですね。ああ、かなり良かった。はいはい。そう。で、Kさんがまあ1000ぐらいはめてくれて、まあ26ぐらいあるなと。あで、僕その台打ったことあって、デナム削りないっていうの知ってたんで、うん、僕の台はデナム削りがあるっていうの気づいたんですね。うん、うん、そう、だから K さんが4時間後に帰った後は僕る真ん中開けて西村さんって感じで打ってね、うんうん、かなり期待値進めたんじゃないですかね。いや、詰めたと思うよ。相当、うん、人事尽くしたと思います。はい、うん、俺の台もさ、削りほとんどなくてさ、出玉ね、はい、うん、あの電柱の道の途中のアウト、あれもほとんど入んなかったし、はいはいはい、はい、うん、もうたまんなかった。ひねりとかも決まりまくって、あビビる、アタッカーもうお前になって、うん、だってもう10ラウンドで俺12回入ったの。10ラウンドで12回。うん、なんか2個入っちゃうんだよ、オーバーニュース。ああ、プロプロって、それが2回ぐらい切って。本当ですか？その時将棋何個ってあるんですか？何個あったっけな？何個あったっけな？相当増えるはずでしょ。1000、ん？1000、いくらだっけ？覚えてねえや。覚えてないけど、12発かける12でしょ？140。はい。ってことは、多分、全く成功しなかったら1200なんですかね？1200。ってことは、ポケットもないしね。はいはいはい。ってことは、10個成功したら1320か。あ、でも1320、僕結構見てますね、自分の台で。多分結構あるですね。1300超えぐらいだったら。うん、あるあるある。でもめちゃくちゃ増えんなーと思って見てて。はいはいはい。気持ちよかった、今日。
とんでもなく、あんな決まったらな。いやマジ相当疲れたいですからね、うん、相当疲れたいってことで1本取りたいぐらいですか。本当の紹介で、うん、そうだよね、うん、ね、8割ぐらい決まってんじゃないかな。うん、そうですね、うん、世間でも6、7割と言われてますが、8割ぐらいは決まってもいいと思うけど、はい、うん、あれやってます？約7分半後に打ち出してパカパカ拾うやつ。あ、やって、あの、途中からやりだした。あの、あれでしょ？あれっていうか、時短中だけ。はい。うん。あの、カメラをさ、最初から回すようになったんだよね。ああ、うん。で、その7分ぐらいになった時に、そこからもうずっと打ちっぱなし。はいはいはい。うん、そうすると多分、残り10回目ぐらいで大体開くかな、ポコポコ。はい。その時に3発ぐらい入ってるかな。うん。あれ美味しいですね。あれうまい。7分半後ぐらいになってますけどね、まあ。あれ約8分で消化。ね、7分半から8分半の間ぐらいにあると思います、多分。って感じか。正確じゃないですよ。うん。うん、まあ確かにな、8分、カメラ回して8分ぐらいに空いた時もあったから。はい。まあそこも確かに。そうなんですよ。うん、このパカパカをね、非常に途中で打ち出し、打ちっぱなしに変えてっていうね、うん、ね、狙いでと。ね、ここあ、いや、ちょっと、ちょっと。反省しなさいよ。忘れてた。てんてててん。あ、これ、まあ、ちなみにこれ、せこい話ですけど、うん、まあ、あのね、まあ、時短中打たないで、うん、あの、7分半後ぐらいから打ち出して、うん、や、打つ。で、パカパカやったらまた、何も打たないで待ってる。7分半後にまた打ち出すっていうので、期待時期400円くらい取れます。怖いぞ、おじいさん。やんないっすよ、僕。やんないっすよ、さすがにそこまでは。怖いぞ。やんないけど、で取れますよって話です。はいはい。それ誰か教えてください、それ。それは言えないです。ああ、言えないの、ね、言えないです、はいはいはい。好きだね、君、そういうのね。はい、あとそう、小技といえばさ、はい、あの、小当たりラッシュ中、うんうん、結構ひねりやってみたんだよね、はい、うん、あれめっちゃ決まるぞ。え？めっちゃ決まる、あの、うん、すげえ決まる、多分プラス 1,2 個ぐらい入るぞ。あ、っていうのも、はい、あの、ま、アウト削りがねほぼない前提の話だけど、はい、もう常に弱く打っとくんですね、うん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 、常に弱く打っとく、うんうん、で、まあ演出ピャってきて、はい、小当たり開く、アタッカーが開く瞬間あるじゃん、はい、それに合わせてもう強を2個打ち込めば、はい、入る、普通に入る。だからもう常に弱弱弱できてるから、はい、弱強強でポンポンって入っていくんですよ。結構長いこと空いてるから、なんだろう、もう開くタイミングと同時に強くしちゃえば全然間に合っちゃう。あえ、意味分かった。あ、意味なんとなく分かる。要は、うん、あ、開いたなと思った演出見て弱強を入れるんじゃなくて、うん、普段からまあ割と弱にしといて、あ、そう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 、で、アタッカー開いたなと思ったら、うん、強に変えるってことですね。そう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 、まあ開く演出があるからね、そのタイミングに合わせて。あ、強を、演出を見てですか、アタッカーの開放を見てじゃなくて。開放見てじゃない、演出演出か。そう、まああの、俺ね、ファイターズの方が、あの、何、チビキャラたちが戦うさ、はい、放送モードあるじゃん、はい、あれがよく分かりやすいなって今日思ったんだけど。あれ？あれ結構それはめちゃくちゃ分かりやすいと思ったよ。世間では暴走モードの紹介ばっかりですよみたいなね。でも俺はあっちの方が良かったよ。暴走モードの方は なんか俺があんまりしっくりこなくて、暴走モードの方解放演出パターンが多すぎてちょっと僕対応できないですよ、正直。だよね、そんなこと対応できてないです、正直。あと俺ファイターの方2種類しかない。あ、本当ですか。 2か3しかないと思う、あのなんか覚えなきゃいけないパターンって。へー。一パターン目は普通に敵ピョって出てくるわけだ、はい、ダイナミストピョって出てきて、でその後になんかまあ戦闘始まるんだけど、うん、出てきた文字が表示された、はい、そこのタイミングで今日ググって2個押せば、2個入ってっちゃう、あとは継続演出。西村さんファイターズ選んでたからちょっとそれやんない方がいいっすよって僕言いに行こうと思ってたぐらいですもん、うん、だって世間ではだって暴走モードを推奨してるので。まあな、はい、うん、暴走モードなんか肌に合わなかったっていうなんていうかまあそんな感じでやってたんですよ。ずっと弱じゃダメですか。ずっと弱でもいいんだけど、今日なんで今日しなきゃいけないかって言ったらさ、はい、今日した方がいいかって言ったら今日やったら間に合っちゃう、今日やった瞬間に。もだからずっと弱弱弱でやってれば
あの、まあ、弱で入っていくと思うけど、そこにプラス強がもう一個追っかけて入ってくるから、はいはいはい、間に合うわけだよ、はい、あの普通の弱ずっと打ってるよりかはプラス1個2個ぐらい入っちゃう、うん、から多分そっち打った方がいいと思う。なるほどね、うん、俺6個とか入ったの。1ポカで6個はない、うん、やべえ入ったと思って、無理と思って、はいはいはい、え、でもリスクあってちょっとミスったなとか、そ、逆にそれを狙いがたがために損したなって思ったことないですか？なかったけどな。例えば、まあ、ジャックに行っちゃったなとか、まあ、1、2回あったけど、うん、あの、なんだろう、弱すぎるとさ、そのリスク高すぎるから、はい、まあ、ちょい弱ぐらいに常にしておいて、うんうん、それでもうずっと固定してここ、はいはいはい、あともう小指だけでピュッてやれば、うん、別に負担も変わんない、場所も変わんない、はい、こうやってやれれば、はいはいはい、で、1回強にして、うん、まあちょっと多めに打つぐらいで止めますよね、1回、うん、まあアウト決定なければ止めなくてもいいと思う。ああ、そうか、弱に戻せばいい、うんうん、でもこうやって打って、まあ分かりづらいけど、こうやって打ってて、うん、今日2回押して、うん、バッて離しても、このまま。はいはいはい。って感じ。すごい。これね、多分相当効くよ。そうだったんだ。うん、すげえ増えたの。マジか。試してみてよかったと思って。はいはい。まあそんな感じでした。それはなかなかいい情報でございましたね。ああ。ぜひやってみてください。うん。あとちょっと皆さんに聞きたいのが、うん、まあ、電サポ終わってからの残り保留で席立ってる時に右打ちランプついて右打ちっていう画面になったっていうのは僕何回も見てるんですけど、うん、演出中にまあ右打ちますよね、正直ね、うん、皆さん、はい、右に打って電柱溜まってそれで当たったっていうのは僕めちゃくちゃやってるのに見たことがないんですよ。はい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 、うん、まあちょっと変動時間が長くなるんですよね、リーチ後の変動時間が、うんうん、だから、あ、電池消化したなってのは分かるんですけど、うん、それで当たること ありますかっていうか、ありますよね。あるだろうね。ですよね、その辻考えたらね、源、うん、さんみたいな感じじゃないですよね。源さん俺は分かんない、源、うん、さんはまあ中性がなかったっていう感じ。ああ結局ね、はい、うん、そこない、そうあるでしょ、ね、ちょっとちゃんとありますよっていうのをちょっとなんか写真かなんかでください。まあそうだね、ちょっと確かめたいね。確かめたいです、はい、うん、まあそろそろね、引いても良さそうだけど、うん、ねえ、なんだかんだ3日4日ぐらい打ってるでしょ、人、うん、うん、常時右溜めてね、そういう1個待ったところなんでね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日も長くなりましたが、はい、以上でございます。はい、明日はどうしましょうか。西村さんも結構体力の限界には来てると思うんですけど、まあ限界ですね。限界、はい、よく風邪ひかなかったなっていうぐらい体力の衰退を感じますね。うん、はい、まあ後で考えよう。はい、はい、そう、あ、今日終始ましたっけ。終始言ってない、言ってない、言ってない、マイナス3万5000円ぐらいだったと思います。はい。確か、はい。マイナスですね。うん。うん。ただ、昨日のプラス12万より、うん、今日の、マイナス3万5000円、こっちの方が僕たちは仕事したと思ってます。うん。間違いない。うん、絶対そう。今日の方が全然期待したかった。うん。昨日の多分、へそ、うん、に、変わらずなんですよね。へそ変わらずで、ワープを開けてきてくれたと思う、多分。うん。俺もそんな感じするね。うん。へそは多分、いじってないと思うんだよね。うん。ワープを開けるだけでもうこんなに回るのかっていうのはね。びっくりするぐらい回ったよね、うん、ワープだけでな。ステージ制御めっちゃいいですからね。うん。ステージからの入賞率5割6割ぐらいあるんじゃないかなと思いますね。ああ、思うね。そんぐらいあると思うよ。うん。すごいもん。すごいもん。まあ、その代わりに村があるけどね。うん、めちゃくちゃ、うん、まあね、確かに、うん、1000円で 16回しか回んねえなと思ってたら次なんか30何回回ったとか、うん、そんなのステージタイムのだそうですね、そうなりますね、うん、アリエとかもそうなった、アリエ WA のやつとか、うん、はい、はい、以上です。はい、じゃあ、バイバイ、バイバイ。